はい、皆さんどうもこんにちは。ファミツアップ編集部の岩田ジュビロです。今回もリトルノアの動画を撮っていきたいと思います。今回はですね、先日僕が街の、レイアウトを変更したんですけども、まあその変更したレイアウトが攻められたので、実際にそのリプレイを見ながら、まあ反省点とか改良点とかを考えていきたいと思います。前回実質40分ぐらいかけてレイアウト変えてったんですけど、こんな感じでですね、もうちょい、はい、40分かけてやっていったんですけども、帰って一回帰ってすぐに一回攻められたんですよね。一回攻められてから、そういえばメガトン砲と範囲砲台が絶賛工事中だったっていうこともあって、急いでルビーを使って、まあこれはノーカウントだと思って、急いでルビーを使ってメガトン砲と、この範囲砲台をこのアップグレードしました。で、その後から実際に攻められたのが3回。3回攻められたんですけども、よし、早速バトルーム。その3回攻められたのがこれですね。1回目、2回目、3回目という感じで、で、一応僕この撮影の前にリプレイは、まあ、軽く簡単に確認はしたんですけども、まあどれも同じような感じでやられてるので、それを皆さんと一緒にちょっと見ていきたいと思います。で、リプレイなんですけども、現在ゲーム内での不具合において、まあ途中で切れてしまうことがあるので、そこら辺はご了承ください。結果としては、3連敗しています。はい、結果は変わりません、リプレイが途中で切れても。では早速リプレイ、まず一発目見ていきたいと思います。はい、まずはどこから攻めるんでしょう。おお、こっちから攻めていくのか。はい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 、うおー、ライオネル出すね。これ物量で、まずこれアニマが死んでましたね。で、このコの字スタイルのレイアウトって結局誘導が、ユニットの誘導ができるっていうのが利点なんですよね。で、今現状、おっと下からも攻めてきましたね。8時の方向からも攻めてきたんですけども、2時の方向に出したもうさっきのライオンとか、まあ、このブロッカーがこの列に沿ってこのように行ってしまう、動いていく。これはもう僕の作戦通りです。で、ここに地雷を仕掛けてます。ほら、今ブロックも。さあ、かなり慌ただしくなってきましたけども、結局2時の方向から攻めても、8時の方向から攻めても、まあ、同じようにユニットがこの通路に沿って動いてきてしまう。で、その動いていることで距離を稼ぐので、その距離を稼いでる間に、まあこの範囲砲台とか他の砲台とかで戦うと。ちょっとここでリプレイは切れてしまいましたけども、岩田ジュビロ敗北 53%。 まあクラウも奪われて、でも動かし方としては想定内の動かし方なんですけども、破壊率が 50% いってしまう。50% いってしまってるんで負けになっている。っていうところですね。じゃあ続いて2本目の動画見ていきましょう。結局2本目の動画も確か同じ感じだったと思います。攻められ方としては。はい。で、これはアニマがいますね。で、これも同じ感じですね。相手の戦法としてはアニマで、ブロッカでアニマを足を止めておいて、こっ
ちの6時の方向から攻めてきてますね。で、同じく3時の方向からも攻めてきてます。これどうなんだ、結構様子見ながら落とし込むんですね。今の現状は相手すごい攻めづらそうですね。換気させてる場所はだいたい6時か3時からの方向です。ほら、これも想定内、先ほどのリプレイと同じように、まあ、あの通路を襲ってブラウニーが攻めてきちゃう。その間にブラウニーの体力を削り罠にはめ、まあ、体力を消耗させていく。おっと、ここで、なんでしょう、10時の方向から攻めてきましたけども、向こうとしてはブロッカーを攻めてきたんですけども、詰まっちゃうと。じゃあ、ここに結局、今配置したところにブロッカーが、目標物がなかったってことなんですよね。で、ちょっと進行してくると、このように、この、援軍設定でのミネが登場して、ミネもこの通路を通るミネットを倒す。こんな時間ですね。だからこれは全て作戦通りなんです。相手も崩しづらそうなんですよ。崩しづらそうなんですけど、今の破壊率 50%。ということで、もう僕の敗北は確定なんです。この時点でうまく相手をいなせてるように見えたんですけども、結局破壊されてる施設は 50% を超えてしまっているんで、僕の敗北はもう敗北なんですよ。ここがちょっと反省点なのかなと思います。要は結局この字のレイアウトの外に施設を置きすぎて、その時点でもう 50% に近い施設が破壊され、この字に入って相手を殲滅してくるところでまで持っていけてないと、ちょうど 50% でやられてます。はい。で、最後の3本目。これもまた破壊率 48% なんですよね。先ほどの2パターンからも同じような攻めが展開されますよね。相手の方も。お、かなり悩んで、まだ出してない。まだ悩んでない。おーっと、逆パターンですね、これ。8時の方向から出して、はいはい。まだ結構悩んでるんで様子見ですね。じゃあ、この、もうちょっとこのレイアウトの内側、壁の内側、うおー、結構物量できました。物量が結構きついんですよ、これ。うおー、ライオネルも。アップにしていきます。で、援軍設定でのミネで対処するんですけど、これもう強引だな。うわ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 、あ、ちょっとすいません。うわー、これやばいな。もうこうなっちゃうと、もうこれ僕の想定外ですね。だから結局このレイアウトって言っても1点集中で、うわー、これ返る 50%、 すごい状態になってますけど、はい、援軍でここで発明が出てきましたね。ようやく出てくれた。もう無残にコアシングルもやられてますし、破壊率も 50% 超えてますので、
でもこれで 48% なんだ。なんでだろう。まあよくわかりませんけど。といった感じで、はい。というわけで、このレイアウトなんですけども、今見て、3つの、僕の3連敗のリプレイを見ていただいたんですけども、実際としては、まあ想定内、うまく誘導、相手のユニットを誘導できているなという印象はあるんですけども、周りに施設を置きすぎて、破壊率を 50% にされてしまう。さらには、この通路のところで、実際に、この地雷をもっと置いて、相手のユニットを削るっていうところが簡単に大事なのかなと思います。さらに言うなら、もうちょっと、そうっすね、スペースを広く使って、もっと相手のユニットを動かしながら攻めさせたい。時間をかけさせたいっていうところですかね。で、ダメージの蓄積量も上げていきたい。そんな感じになっております。はい、というわけで、今僕が最後に言ったことは、まあ、この後改良して、さらに、ちょっと防衛で勝利を掴んでいこうかなと思います。またちょっと大きなレイアウトが変わるときは同じようにして、レイアウトの動画撮って、また攻められた時の動画を撮ってやっていきたいと思います。皆さんぜひこの動画もレイアウトも街の配置も参考にしてリトロナは楽しんでいきましょう。それではファミズアップの岩田ジビロでした。バイバイ。